では今日ね、FP を引いていこうと思います。と、その前にね、こいつ引いとこうかなと。コスタクルタかマラドーナが来てくれるとありがたいんだけど、キーパー来んなよ。コスタクルタかマラドーナ、この様子だと、コスタクルタ OK です。一番の当たりって噂のこれ。おー、かっちぇー。コスタクルタかっちぇ。ミランでもこの人相当ね、息長かったよね。優秀だったっけとか今ちょっと思ったんだけど、あのグランデミランでずっといたんだから、まあ優秀っちゃ優秀よねっていう。じゃあ FP 見ていこうと思います。と、今回は結構ね、外れがあんまないっていうか、これはちょっと外れかなって思いつつも、でかいし、まあ、使えなくはないかなっていう。で、こっちどうだろう、ヌンビア。能力的に悪くはないけど、じゃあ使うかなって言われたら、これ、ソランケって何？ソランケ。これはちょっと微妙かな。キーパーはね、まあ、ペドロサ。ペドロサどうだろう。悪くない。いや、悪くある。クです。まあ、この辺りの6人が当たりかな。どう考えても。サラはどうなんだろう。サラ。ただ使いにくいんだよね、サラ。なんでかって逆足がちょっとって、ムバッペ。ミドルシュート、ムバッペ。えげつないですなぁ。で、マグレインス。ブロッカーがあればねっていう感じかなと。で、レグリーニ。あ、スーパーサーブだ。あ、ありじゃん、全然。で、クドゥス。いいですね、チェイシングついてて、スピードもある。で、何よりも俺、デパウル。そろそろ新しいデパウル欲しいなって思ってた頃で。まあ、引いていきましょうと。何が出たら当たりとかそういうのがもうわかんないガチャになってるんで。ムバッペ、サラ、ペレグリーニ、それからデパウル、クドゥス。まあ、この辺り出たらあった。おい。無料分頑張ってこれか。まあ、やっていきましょう。あまり気落ちせずにね、しっかり心をね、強く持って、ガチャを引いていきましょう。これは？あ、マガレーンスか。これはありありあり。ガブリエルね。ガブリエル・マガレーンス。これはあり。この後なんか演出とかあんの？ない。ない。コスタクルタみたいにない。これはね、どう考えても当たりです。あと2回で、ムバッペか、サラーか、クドゥスか、デパウルか、この辺りが、お願いします。カモン。色がいい、色がいい。なんか色がいいぞ、今回。でも前回は色悪くなかった。お、デパウル来た！ OK！ いや、めっちゃ使いやすいんだよね、この人。中盤どこでもできるし。実際の試合でもこの人めっちゃいいよね。いやー、これいい。中盤の底以外全部できるってやつか。うわー、これは素晴らしい。俺はこの人大好き。ということで、ラスト。誰が引けますかなと。最後ぐらいいいの来てほしいなって思いつつも。クですか？クですか？チェイシング持ってるしね。今回はプレミアリーグばっか来たということか。アストンビラめっちゃ活躍してたもんね、これ。この人。ユナイテッドだったっけ？どこだったっけ？なんかボコボコしててめっちゃ笑ったけどね。ということで今回は比較的当たりかなってことです。では。